ごきげんよう、ごきげんトークの宮崎文隆です。今日は2022年4月の14日木曜日です。今日午前中は三好市老人クラブ連合会他校支部通常総会へ参加してきました。午前中参加してきました。まあコロナ禍で、まあいろんな行事もなかなかできないという中でも、この報告を見ますと、令和3年度三好市老人クラブ連合会他校支部事業報告見ますと、いろいろやっておられますね。これは昨年の全部は読みませんが、ちょっとピックアップして読みますと、昨年の10月の20日、他校小学校とのグランドゴルフ交流会というね、その後も10月27日は市老連女性部グランドゴルフ大会、そのまた10月29日には他校小学校6年生とのゲートボール、11月5日市老連グランドゴルフ大会、11月10日スマートフォン教室、面白いですね、スマートフォン教室などやっておられますね。そして11月14日が市老連高齢者交通安全講習会、やはり老人の交通事故が多いようでございますので講習会が行われています。そして12月1日には交通安全街頭指導というね、街頭指導をされて、まあ、子どもされるんでしょう、子ども老人方も一緒にされるんでしょうね。今年はもっと多くしようというような案も出ておりました。そして今度は令和4年、年が変わりまして3月21日に他校ゲートボール大会など、まあ中にいろいろと役員会とか、あ、これがありました、2月21日に他校小学校へ持ち花飾り、灯籠飾りなどを持参というのね、小学校に行ってですね、あの灯籠飾りとか持ち花飾り、これは非常に子どもに喜ばれたと聞いております。まあそんな行事がありました。そして今日私はそこの、2階であったんですけども、その階段を上がっていく途中にですね、この写真を見つけました。額にかけてありました。これは何かと申しますと、今は公民館という名前ではなくてコミュニティセンターとなっておりますが、そのコミュニティセンターに、まあ、あの名前も変わりましたし、まあ、あの建物も変わったんですが、前の公民館ですね、これは私が小学校行った時の、行ってる時の中学校ものかな、まあ、公民館でありました。それ以降もまあこれまだ建物がまだ続いたと思うんですが、記録残っているのはですね、この公民館で小学校の時は卓球をその公民館でできるというんでね、あの頃学校なかったの、この卓球台は公民館卓球台があったので、あの卓球をやり行くのがね楽しみでしたね。まあ、なかなかね行ってすぐできるわけじゃないですが、時々できる時がありまして、楽しみでしたね。そしてその時に卓球をちょっと教えてもらった人は今日老人会総会来ておられましたね。そしてこの公民館ではですね、おいでになったのは図書館ですね。あの頃やっぱ本があまりなかった時代ですからね、自分で買って読むようなことはまあなかったんですが、公務館行けばですね、なんか普通見ないような、まあ、ちょっと大人の本とかね、講談の本とかですね、なんか宮本武蔵ってのもあったのかな、柳生十兵衛とか、なんかあの時代劇の本とか、なんか普通見ない本があってですね、それを読ませてもらったというか、その本へ行くといろんなやっぱり新しい世界が広がると言いますかね、楽しみにしていたのが、まあ、思い出がありますね。そしてそこでですね、あれは市議会の選挙などありまして、確か応援演説に頼る気も、まあ、しますね。なんか会議ある時には学校でなくてこの公民館のこの2階にあの、まあ、大きな会場があったんですが、2階よく使って、1階事務所があって1階卓球する場があって図書館があってという感じでしたね。2階会場があって、使いましたね。まあ、この時は公民館というのはやっぱり地域において大きな役目をしておりました。今のコミュニティセンターもしてるんですが、まあ、あの頃の公民館と比べたら活用されてないのかなというような気もしますが、まあいろいろその時代時代によって
ニーズも違いますし、使う人の思いも違ったりしたんですが、この時はの公民館はやっぱりなんか子供心にすごく夢がありましたね。やはり情報を発信する基地であったり、その情報がここにあったりですね、そこでまあいろんな大きなイベント、今で言うイベント、向こうで前はまあ集まりというかね、集会というような形であったのがありました。でこの上にですね、上ちょっと飛び出てるのがこれサイレンなんですね。12時になってサイレン、5時になるサイレン、なんか危機的なことがあったらこのサイレンが鳴るというような形ですよね。これも、側がこれは木材でできてるんですがね、その古民家の前に掲示板がなんかありましてね、掲示板よく見ていましたね。まあ、懐かしい思い出をね、その階段登る時に楽があったので、それを見ながら、ああ古民家というのは子供頃なんか夢があった場所だなというのを思い出しました。まあ、時代が変わって今はコミュニティセンターというのが変わっているんですけども、まあ、あの頃のようなドキドキワクワクするような、そんな場所では、まあ、私にとってはですね、いろんな人にとってはまた違うんでしょうけど、というようなこう移り変わりがあって、なんか昔の古民家のこのどういうんですかね、そこにエネルギーのある場であったり、まあ新しい最先端の情報があったり、まあ、そこで思わぬ出会いがあったりとかですね、そんな形で大きな夢があったなというのを、この階段を上りながら額にかけてあった写真からこう思い出しました。いやー、まあコロナがまたちょっと落ち着いて、まあ、その今のコミュニティセンターも古民館からコミュニティセンターに変わりましたが、またそこが活発になることが、やっぱり地域のなんかそこにエネルギーがこう発散するような、まあ、新しい情報が発信できるような、そんな場であったら楽しいなと思っております。今日は老人クラブの総会行きましたが、まあこの老人クラブもまたコロナが落ち着けば活性化してですね、また楽しい場になればいいなと思っております。昔はですね、老人の集会へよく公園に行っておりましたね。そうですね、思い出しましたね。前も今亡くなられたんですが、亡くなる前の老人会の人が、宮崎さん公園来てください、で行きますよって言ってたんですが、実現しなくて亡くなられて終わりになりましたが、よその地区の老人会によく行きました。またそんな機会があれば、また地元の公民館でもなんか喋りたいなというね、そうですね、この高齢者から高齢者へというね、このテーマで喋れば結構今でまだ喋れるなと思っています。私も高齢者目指して今日も頑張っていこうと思っております。また行くよ。